あどうも、たくみです。今日はですね、上野のアメ横ちょっと歩いたんですけども、とある後輩と上野を歩いてまして、兄さんここ入りましょうよということで、ラーメン屋に来ました。というわけで、ここのラーメン屋紹介してくれた人、こちらです。あ、どうも紹介してくれてありがとうございます。とある後輩です。とある後輩の大江さん、はい、紹介しましたけど、もう知らないですよ。まあ、初めてですか。ちょっと通りかかって、ね、なんかいい匂いするなっていうことで。いい匂いしたもんね。いい匂いは間違いなくしましたよ。じゃあそれを私信じて今から食べたいと思います。めっちゃうまそうなの来たね。これ塩ラーメンか。これ塩ですね。角煮とチャーシュー、豚ふんだんで美味しそうだな。2種類のチャーシュー、あー、うまい。食べてくれ。来ましたね、魚介豚骨ラーメンですね。細麺で、海苔もたくさん入っていて、大江さんのやつと同じでチャーシューが2種類ありますね。味玉が2つあるっていう、これはなんとも美味しそうだ。細麺から湯気が超美味しそう。魚介の香りがすごいするな。あ、めっちゃうまそう。いや、めっちゃ食った瞬間に魚介の風味が口の中に広がって、ブチブチって切るこの細麺、最高だね。これは麺が進むわ。正解だ、めっちゃうまい。これお最高だわ。俺の真似してよかった。2回になります。これうまい。うん、卵の半熟やばいな、これすっごいトロトロ、めっちゃうまい。また麺が進むっていう。おじさん結構食ってるわけじゃないですか、こうやって。私その麺がね、なくなってしまいました。結局早食いなんだよね。いや、貝玉頼んでしまった。しまったよ、貝玉頼んで。よっしゃ、貝玉食べるぞ。この間大江さんは全部なくなるっていう。タイミング悪いね、これ。あ、美味しかったっすか。待って、食べよう。これニンニク入ってるかな。ちゃんとローリングしないと。これ麺バリです。食べきった。いや、え、今あったん、今来たん。これが俺なんだよ。手品。これがね、俺なんだよ。いや、美味しかった。ここ元丸ラーメン初めて来ましたけど、上野のアメ横にあるっていうね。おじさん、これ正解だ。ここが美味しかったね。これたまたま入ったん、うん、ここが正解だったよ、ね、じゃあ、うん、この足で寿司行こう。マジで。ご視聴ありがとうございました。面白かったら高評価のボタンを押してください。 Twitter、Facebook もやってるので、皆さんよかったら YouTube の方もチャンネル登録お願いします。